立っている。最初に見たのは、入学をして2ヶ月目。教室が2階だったんで、階段を上がっていたら、何か様子がおかしいことに気がつきました。視界に映るものがぼやけているんです。そしてふと踊り場を曲がりきると、階段の手すりに寄りかかるようにして立っている制服を着た女の子がいました。なぜかその子だけははっきりと見えたんです。ただし、顔だけは見えませんでした。覚えているのは長い髪と細い赤いリボン。そして赤い上履き。このリボンなどは校則違反です。顔はわからないのに、まるで私を睨んでいるかのようでした。私が恐怖に固まっていた時間は、数分だったのか、数十秒だったのかはわかりません。ただ少し経ってから、周囲が元に戻って、彼女も姿を消しました。金縛りが解けたように、私は慌てて階段を駆け上がり、教室に飛び込みました。もちろん今見たもののことを、クラスメートに話さずにはおれずに、ただ夢中で話をしたんです。それから数日後、私の体験が噂になったのを聞いた他のクラスの先生が、部室にいた私を訪ねてきました。先生は、その例の元凶となったこのことを知っていたんです。実は私が、その高校に入学をする3年前、試験には合格したものの、入学式の前に亡くなった人がいました。入学式前だったということで、無視をするのもかわいそうだというので、入るはずだった教室には席が準備されたのだそうです。ところがそれが、すべての始まりでした。その教室は1階だったんですけど、異常に日当たりが悪くなり、もともとはそんな感じではなかったんですけど、時間が経って、花が飾られなくなった彼女の机には、どこから入ってきたのか、いつも猫が寝ていたり、また彼女らしき姿を、教室の周辺で目撃されることも多くなってきたため、2回ほどお祓いをしたそうです。その結果、しばらくはそうしたことはなかったようなんですけど、今回偶然私が見てしまったと。おそらく彼女は消えたのではなく、ちゃんと出没はしていたんだと思います。波長が合う私が入学をしてきてしまったので、目撃というか、出会うことになってしまったのでしょう。二度目に彼女に会ったのは、学校の外でのこと。仏壇屋の前を自転車で通っていたら、ショーウィンドウに彼女に似た人が、反対方向から自転車に乗って去っていく姿が映っていました。ところがその時、実際には道を通っている人も、自転車もいなかったんです。家に帰って行ってるのかな、と思いましたが、それで終わりではありませんでした。三度目は、美術室のことです。教室の移動で、自分のクラスから、その教室に移動をしたのは、私が一番最初でした。ドアを開けるなり、
部屋には白い煙が立ち込めていました。なんだろう、と思っていた私の前に、彼女が腰から上だけで、しかも後ろ姿で現れたのです。最初の出会いと比べて、怖いという感じはしませんでした。少しして、そのまま彼女は消えてしまいました。これは1年生から2年生の間の出来事です。それ以降は、彼女とおぼしき人物には出会ってはいません。ですが一つだけ、高校3年生になって、下級生の友人ができたんで、よく一緒に自転車で登校していたんですけど、ある日たまたま、そういう怖い経験の話になったんで、彼女の話をしたんです。そして話し終えてふと、下級生の自転車の荷台を見たその時、彼女のカバンの上に、長い髪をした頭が乗っていたんです。髪をなびかせて。集団ストーカー。田舎の国立の大学に通っていた時、農家の次男坊にやたらと遊びに誘われた。私本人ではなく、私の高校時代の友人を紹介してくれ、とうるさかった。男女比率が9対1に近い学部な上に、私が女子校出身だったんで、女を紹介してくれと言ってくる男は珍しくなく、その場その場で軽くあしらっていたら、この次男、すさまじく諦めが悪い。以下、農家の次男の名言。1、下心なんてないのに、お前は邪推しすぎで気持ちが悪い。2、お前は、普通の女のことが分かってない。3、普通の女っていうのはな、男との出会いを求めているもんなんだ。女子校の女だったら、男の選び方も出会い方も分からないから、お前が紹介しろ。4、上記の理由から、出会いに恵まれない女の子を紹介するべきだ。5、10人くらいだったら、こっちからも男を連れて行ってやるから。6、お前も一応女だよな。もうお前でもいいや。俺んち来いよ。こんな風に、あまりにもしつこいので、学生課に相談。厳重注意されて、やっとおとなしくなったかと思いきや、長期の休みに、実家に帰ろうとした日に、駅で待ち伏せをし、私の品定めをしようと、わざわざ親戚まで連れてきて、同じ車両に乗り込んできた。わけがわからないものの、とにかく慌てて降りて、荷物を投げて、駅長室に逃げ込んでも、一緒に入ってくる始末。当時は、集団ストーカーとか全然知らなかったんで、何が何だかわからない。駅員さんに慰められながら、半泣きで事情を説明するも、私自身が状況が飲み込めていなかったので、不十分な説明な上に、私が話をしようとすると、農家ご一行が大声でまくし立てて、駅員さんも困惑するばかり。別の駅員さんに荷物を回収してもらって、このままでは拉致が開かないと、駅前の交番へとぞろぞろと移動。だが、
交番のおまわりさんが農家のご一同とお知り合いだったようで、全然話が進まない。話を曖昧にされそうになってきたとき、顔見知りの教授が交番の前を通りかかって、出入り口からひょっこり顔を出して、君、うちの学生だよね。痴漢？それともスリ？学生課の子を呼ぼうか。そう尋ねてきた。教授は大学に向かう途中だったそうで、大学の職員を呼ぶならついでにと思ったそうだ。寮生が多いので、警察沙汰とかは学生課の職員が間に立ってくれることもあった。そこからはトントン拍子に話が進んだ。私から事情を聞いた教授は、逃げようとする六人のおっさんと農家の次男をまあまあとなだめて、おっさんたちから名前を聞き出し、今から君は実家に帰るんでしょ？それじゃあここで被害届を出したら不便だ。君の実家の方で被害届を出そう。細かいことは道すがら話そうか、と交番から私を連れ出し、そのまま私の実家まで行って、私の両親に説明し、颯爽と帰って行った。被害届は残念ながら出せなかった。付きまといですら、なかなか受理してもらえなかった時代だったんだ。農家の次男は、定額措置で、卒業まではおとなしかったんだが、その後がまたひどかった。卒業後、私が結婚。夫に先立たれた告別式にやってきました。私の女子高時代の友人も来るはずだと踏んで、親戚を引き連れてやってきました。私が結婚したのが、九段の教授だったんで、学生同士のつながりで、聞きつけたそうだ。私たち夫婦が共働きで、今なら保険金もたんまり入ってくるだろうと意気込んで、昔のことを謝るのなら、女の独り身なんて惨めだろうからもらってやるよ、そう言いましたよ。告別式で。年上が好みなんだろう？と、ニヤニヤしながら笑って。なんなら、俺のおじさんを紹介してやってもいいよ、とも。この世に生を受けて、初めて人をぶん殴りましたよ。最後は、どでかい家で、ガコンガコンと叩いてやりました。旦那には申し訳なかったですけど。高校時代は、私はおとなしい子だったんで、友人たちはポカーンと。大学時代の友人は、私を止めながら、さりげなく農家ご一行を蹴り飛ばして、会場から引きずり出してくれました。その後は、さすがにつきまとっては来なかったんですけど、未だにどこからか湧いてきそうで、法事のたび、不安になってしまいます。余談ですけど、告別式を手伝ってくれた高校時代の友人と大学時代の友人の中に、その時出会って最近結婚まで行った子がいました。結婚報告の時には、死者を冒涜するようで申し訳ないと土下座をする勢いで謝られました。普通はこうだよな、と思う反面、最初から告別式の場をお見合いの場所にしようとした奴らへの怒りが蘇ってきて、我慢できずに書き込んでしまいました。ただの私の愚痴になってしまって申し訳ありません。
窓際にいる少女。2年前の夏、大学からの帰りでの話。駅からチャリで自宅に向かっている途中、遠くで黒い煙が立っているのが見えた。火事かな？ちょっと行ってみようか。と、野じ馬根性を丸出しで現場に行ってみると、かなりの炎が燃え上がっていた。まだ消防車は到着していないようで、その家の人らしき夫婦と近所の人、それから通行人らしき人たちが呆然とその様子を眺めていた。ふと2階に目をやると、窓際に少女がいる。何かを叫んでいるように見えるんだけど、声は聞こえない。恐怖で声が出ないんだろう。取り残されてる？やばい！と思って、夫婦に声をかけた。何やってるんだ？早く助けないと。しかし夫婦は、ただ呆然と少女を見つめていた。普段、別段正義感が強いわけではないが、この時は、俺が助けないと、と思って、周りの人間に、バケツに水を汲んでください。それから、濡らした手ぬぐいも、と叫ぶと、近所の人らしき男性が、おい、何をする気だ、と言った。何するって、助けに行くに決まってるだろ。あんたら、なんで見ているだけで何をしないんだよ、と俺が言うと、その男性が、何とも言えない表情で言った。違うんだ。違うんだよ。火事のためか、かなり混乱しているようだった。違うってなんだよ、と、俺が言おうとしたとき、その男性が続けて言った。そのご夫婦に、子供なんていないんだよ。え？何を言っているのか、最初は全く理解できなかった。先ほどは焦っていて、全く気がつかなかったが、改めて少女を見ると、違和感に気がついた。少女は、全く怖がっていない。熱がっている様子もない。全くの無表情で、大きく口をパクパクさせている。数秒間少女を見ていると、何を言っているのかがようやくわかった。同じ言葉をずっと繰り返していたんだ。燃えろ、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 燃えろ。燃えろ。消防車が到着するまでの間、俺は、夫婦や近所の人、それから他の通行人と同じように、ただ呆然と眺めているしかなかった。この火事での死傷者はゼロ。出火元の家は全焼し、両隣の家は半焼けだった。友達が住んでいる寮。俺の大学の友達、以下 K とする。K は、普通の人にはあまりないような感覚。俗に言う、第六感というものが鋭いらしい。外で歩いている時も、K はちらちらと周りを見ることが多くて、何かあるのか？と聞くと、まだ来てる。さっきからずっと、なんて
言い放ったりしていた。Kの話を聞いてみると、それが霊的なものであるようにも感じたし、もっと未知のものであるような気もしたけど、K自身もいまいちよくわかってはいないようだった。Kと仲良くなってからしばらく経ったある日、Kが住んでいる寮に遊びに行くことになった。Kが住んでいる寮は、大学とはまさに目と鼻の距離にあって、歩いて5分もかからない。講義中に突然、遊びに来いよ、と一言。メールで呼ばれたもんだから、怪訝な感じがしたんだけど。それまでに誘ってもらったことはなかったもんだから、好奇心が揺さぶられて、講義が終わってからすぐ、Kの寮に行くことにした。俺とKが通っている大学は、よくまあ、こんな偏僻な場所に建てたもんだと、ため息が出るほど山奥にあって。標高もそれなりに高いから、厚着をしていても寒かった。その日も、ジャケットの上から厚手のコートを着込んでいたにもかかわらず、やたらと寒かったのを覚えてる。大学から寮に続く道は、車一台がやっと通ることができるような狭さで、周囲は林に囲まれていた。すっかり日が暮れていたんで、足元がよく見えず、あろうことか、雪の塊に足を引っ掛けて転んでしまった。なんとか起き上がろうとしていると、突然後ろから、大丈夫ですか?と声をかけられ、心臓が破裂しそうなくらい驚いた。後ろを振り返ると、背の高い男が立っていた。その人は、寮生のような感じがしたんだが、明らかに普通ではなかったんで、ぎょっとした。この凍りつくような寒さの中、Tシャツにハーフパンツという着こなしだったんだ。たとえ夏であったとしても、このような山奥では厳しい格好には違いない。さらにその男をよく見ると、後ろに彼女らしき女の人が立っていた。俺の視線に気がついているはずなのに、全くの無表情で、男と同じように、薄っぺらのワンピースという、あまりにもおかしい姿だった。俺は、わけがわからずに怖くなって、そのまま寮の方向に、全力で走って逃げた。寮に着くなり、Kの部屋に直行し、Kに今起こったばかりのことをありのまま話した。するとKはこう言った。男の方は寮生だよ。女の方は寮生ではないけど、男によく連れ込まれてる。どうせ金がないから、ここをホテル代わりにしているんだよ。迷惑な話だよな。あ、でも、そんなアホな格好してるのは見たことがないし、ありえないよ。お前、本当に後ろから声をかけられたのか?正面からすれ違ったんじゃないのか?俺は、首を縦に振るしかなかった。Kはなんだか、険しい顔をしていた。その後は、二人で酒を飲みながら、いろいろと話をし、結局寮に泊めてもらうことになった。夜、ふと目が覚めて、トイレに行きたくなった。時計を見ると、午前三時。まだ真っ暗だった。例のカップルのことで、頭がいっぱいだったんだけど、我慢して、Kの部屋を出ることにした。
ドアを開けると、その二人がいたという部屋から明かりが漏れていた。一体いつ戻ってきたんだと思ったけど、それ以上にこんな時間に何をしているのかとても気になった。耳を澄ましていると、男と女の声が聞こえた。二人とも中にいるようだった。突然、誰かに手をぐいっと引っ張られた。Kだった。部屋に入れ、早く。そう言われて、Kの部屋に入った。Kの顔は真っ青で、ただごとではないことが伺えた。何か感じるのか？と聞くと。感じるなんてもんじゃない。とにかく、今は外に出たらまずい。それから朝になるまで、部屋の中で俺は、Kと押し黙っていた。すっかり明るくなり、落ち着いてからKは、俺に言った。昨日はすまん。お前をここに呼んだのは、怖かったからなんだ。ずっと前から、あの部屋から、すごく嫌な感じがしていたんだ。お前も、もう感づいていると思うけど、あの部屋、誰もいないぜ。Kの言う通り、男の部屋には誰もいなかった。だが、明かりはついたままだ。Kは、さらに続けた。昨日、あえて言わなかったんだけどな。お前がここに来る前、あいつら、あの部屋にいたんだ。それは正真正銘の本物。寮の来客者名簿にも、あの女の名前があった。お前がここに着く前に、外出をしたんだよ。だから、お前とすれ違っていてもおかしくはない。そうなると、お前の後ろから来たのは、何だったんだろうな。あれからKは、その男女に会うのが怖くなって、寮から出てアパートを借りた。あの時、あの部屋にいた男女が何だったのかは、未だにわからない。寮は、M 県のとある山にあり、今にも崩れ落ちそうなほど老朽化していて、非常に不気味な場所です。虚無感というか、静寂すぎる空気が怖い。この雰囲気に耐えられないという理由で、寮を去っていく人もいるくらいです。ところどころ、わかりにくい部分があってすいません。実際に寮に住んでいるその男と、その彼女、普通の人なんでしょうけど、寮への道の途中で出会った男女と、Kと俺が、寮にいたとき、部屋にいた男女は、不可解な存在だったと確信しています。普通の人間と、そうではないものが、入れ替わりながら、寮を行き来していたのではないかと。変な夢。小学校4年生の時から変な夢を見るようになった。当時僕はいたずらをされやすい。遊び仲間には入るけど、最も見下されているという、ジャイアンからののび太みたいなキャラだった。それでも、いたずらが苦しいでもなく、ただデジャブのような夢が、ひたすら恐怖だった。ある日、こんな夢を見た。
ボロボロの毛皮を体に巻いて農作業をしていた。周辺には何もなく、弟と一緒に農作業をしている。僕には実際には弟はいない。すると急に空から枝が降り注いだ。僕の左腕と右ももに刺さって、激痛で目を覚ました。朝になっていた。微妙にズキズキしながら登校して、学校であるいたずらをされた。算数セットという教材に入っている緑色のゴムを授業中指鉄砲で当てられた。夢の中の場所と同じ2箇所に当たった。痛くはなかった。その夜、こんな夢を見た。ある小さな村。その村の主と思われる屈強な男の側近として座っていた。主が占い師を呼び、今後の検討をし始めた。占い師は、この村は隣村から呪いがかけられている。すぐその呪いを断ち切るべく、村を滅ぼさなければならない。主は兵を連れて、隣の村へ攻め込んだ。そこで私が目にしたのは、二人の男が農作業をしているところだった。しかし夢の中の私は、それに対しては何も感じずに攻め込んだ。不意打ちに成功した主と兵たちは、その村を自分の村に組み込むことにした。生き残って逃れた農民もいた。その男は私を石で殴り殺した。全身と特に頭の激痛で目を覚ました。そして農作業をしていた男の一人は昨日の夢の弟だった。その日学校で掃除の時間に石を投げられて頭を怪我した。それ以来毎日そのような夢が続いた。誰かの人生の死に際をなぞる。その死因になる怪我の場所に何かしら何かがある。そして夢は次の夢へとつながる。中学生になり、ある時仲の良かった先輩から、百物語をやらないかと遊びを誘われた。ゲームで百物語というのが出て、怪談好きな先輩はそれにハマって、実際に自分もやりたいとのことだった。夢などとっくに慣れた僕は、とっておきの話として、その夢のことを話そうと思い、参加を決めた。百物語は、友人の家で行われた。集まった人数は、15人ほど。広かった友人の部屋はぎっしり人が詰まってしまった。百物語といっても、ろうそくを真面目に100本用意したわけではなく、ゲームにおまけで入っていた。100本のろうそくを消していく工程を再現というものを使った。一応念のためにと、冗談交じりに友人の父親は、皿に塩を持って、部屋の入り口に置いた。15人で回しながら階段を続けていく。途中眠たいものは勝手に眠ってもいい。お菓子の買い出しは、10話ごとに休憩を挟むので、その時に。
打ち合わせも何もしておらず、途中ちょっと有名な同じ話が何度も出てきたのを覚えている。で、70話を過ぎてくると、全員眠たくなって、数人はすでに寝入ってしまっているので、じゃあ、話したい奴の話が終わったら、もう寝ようかということになった。とっておきということで、僕は夢を話した。その時はもう、僕を含めて4人しか起きていなかった。僕はこんな夢を見て、こうこうこうして今も続いている。今朝は何人も立てこもった屋敷に火をつけた。しかし炎上した屋敷から男が飛び出してきて僕に抱きついた。そのまま僕は燃え死んだ。話が終わり、特に三人は質問をするでもなく、そのまま次の百物語を企画した先輩に代わった。これで最後にするか？よし、じゃあ。ゲームをして特に怖かったという話をした。街が呪われているとか、そんな話だった気がする。そしてその日、夢を見た。村での生活があまりにも辛くて、地主に皆で突撃をするかという一揆みたいなものを計画していた。だが、打ち合わせをしていた屋敷に火を放たれた。死ぬ思いで飛び出し、近くにいた男に飛びついた。その男は、僕の息子だった。先に寝ており、翌朝早く目を覚ました友人が夢を見たと言った。自分の親が村人に復讐をしようと、村人を騙して殺そうとしているという。それを聞いた自分は涙を飲みながら、主の命令通りに火を放ったとのことだった。偶然の一致だが、百物語の会話が寝ている友人の耳に入って夢を見たのではないかとなった。数年が経って僕は高校卒業、フリーターになった。彼女ができ、考え方が変わったのか、その夢を見なくなった。がある時、先輩からこんな感じのメールが届いた。俺たちは毎年百物語を恒例化したんだが、奇妙な話を聞いた。電話がしたい。携帯番号は？先輩は相当仕事が忙しいと聞いており、久しぶりに話そうと思って電話をした。実はさ、毎年百物語をやっているんだけど、だんだんとちゃんとした形になってきたんだよ。で、こんな話なんだけどさ。今ではろうそくをちゃんと100本用意してやっているとのこと。合コンで知り合った女の子と仲良くなって、その子が彼氏ができたので、百物語に彼を呼んだ。僕と同じような夢の話で、立場が逆で、これから会う人間を先に殺しているという。そして、恨みをたくさん持って殺した相手ほど仲良くなるというのだ。そこに、僕を連想させることを結構言ってきたんで、なんとなく僕に連絡をしてみたとのことだった。僕はおでこにいたずらでついた傷があり、顔のわかりやすい位置にほくろがある。
その特徴をそのまま言ってきたのだ。数日後、会談をした彼に会って話を聞いた。暗い話になるわけでもなく、夢の一時点、同じような現場にいたことなどもあり、話が盛り上がった。連絡を取れるようにと、お互い携帯とメアドを交換した。その日、夢を見た。古い屋敷で百物語をしていた。提灯がろうそく代わり。話の内容は覚えていない。そこである男が話を始めた。実は俺はこんな夢を見ている。最初は思い込みだと思っていたんだけど、どうも怪しいので、ここで話すことにする。連鎖する夢を見る。そして最後は必ず死ぬ。痛みで目を覚まして、次の日友人や客の誰かが、その箇所を怪我する。昨日夢に、実際の俺のじいちゃんが青年として出てきた。火事になる前の村の風景が印象的だった。俺はもしかしたら、夢の中の俺に殺されるんじゃないかと思う。百話終えて、提灯を消すと沈黙。おのおのチリチリになって帰ることになったのだが、帰り道で誰かに刺されて死んでしまった。数ヶ月ぶりに、あの夢だと不安に思った。そして彼に連絡をすることにした。彼も同じ夢を見ていた。俺たちって、ひょっとしたらそういう呪いを受けているのかな。彼はかなり怖い一言を言った。しかし切り返した。と言ってもさ、百物語って江戸時代だろ？まだ現代までは時間があるって。僕はようやく、その頃、夢に不安を思うようになった。が同時に、おかしいことに気がついた。江戸時代に手袋があったのか？夢の中で僕は、なぜか現実で愛用していた手袋をつけていた。江戸時代なのに。もしかして、思い込みの結果なんじゃないかな。死ぬんじゃなくて、相手が話を合わせているだけじゃないのか。ちょっと疑問に思って、寺のじいさんに聞いてみた。予想外なことを言われた。彼は、祖母とは異母兄弟の家系だったらしい。私の祖母は、どうも好ましくない生まれをしたらしい。で、もしかしたら血筋で、そういうものを見るようになったのかと思った。お寺さんの紹介で、霊能力者と名乗る人に会った。めちゃくちゃうさんくさかった。あんたの魂、二つに分かれているよ。なんだこいつ、と思った。潜在意識がつながってる。あんたが思った感情は相手に伝わって、同じような思考をする。多分夢もそれじゃないかな。あんたか、その彼がかは知らないが、そういう夢を見るようになったのは、呪いとかではなくて、どちらかの思い込みだよ。それがお互いに意識し合って、
どんどん増長していったのさ。そして俺と彼が、電波の発信、受信機だということに気がついた。よかった、と一安心をしたら、一言怖いことを言われた。ただ思い込んでいると、片一方が相手を殺しに来るかもね。ゾッとした。次の日彼を連れて同じ話を聞いた。二人ともその夢を見なくなればいいのさ。悪いことを考えると悪循環だけどね。いいことを考えれば良い循環をするよ。霊能者にそう言われ、それ以降は気にすることもなく、数日が過ぎると夢を見なくなった。が、先輩から連絡が入った。彼が死んだ。事故死だ。それから僕は別の夢を見るようになった。さまよいながら、片割れの僕を探して。早朝出勤。三年ほど前、朝早く出勤しなくてはいけない日があって、5時頃に駐車場に向かったんだ。借りている駐車場の隣が公園になっているんだけど、ふと見ると真ん中あたりのベンチに真っ赤なスーツを着た女の人が座っている。なんか変な人だな、こんな朝早くに。とは思ったけど急いでいたんで、ちらっと見ただけで駐車場に向かおうとした。すいません。今何時ですか？突然背後から女の人の声が。振り向くと、その真っ赤なスーツを着ているんだ。一瞬背中がゾクッとした。いつの間に、こんなに近づいてきていたんだ。でも顔は普通に人に物を尋ねるような表情だった。困ったような、申し訳ないような。ああ、今5時を少し回ったくらいですよ。俺も腕時計を見てそう答えた。するとその女は急に、にやっと表情を崩した。あなた、だ、ぶ、あ、ない。何かつぶやくように言うと、くるっとキビスを返して、公園の方に戻っていったんだ。視線をふと、下に移して焦ったよ。ちょうど、女の人が立っていたあたりのアスファルトに、大量の血がこぼれている。今しがたこぼれ落ちたようで、しかも鉄のような匂いが鼻をついた。俺はもう慌てて車に飛び乗って、急発進させたんだ。それから会社に着くまで、何かから逃げるように、車を走らせた。よく事故を起こさずに済んだと思う。会社に着いて、車から降りようとしたとき、助手席のシートに目が行った。白い紙切れが置いてある。そこには、こう書いてあった。あなたは大丈夫。あなたじゃない。
あの女の人が、つぶやいていた言葉だった。その日、まだ明るいうちに、家に帰ることができた。恐る恐る駐車場まで戻ったんだけど、血の跡は一切残っていなかった。それ以来、その女の人を見てはいない。でももし、俺があなただったら、どうなっていたんだろうか。彼女は、誰を探しているんだろうか。まだどこかで、探し続けているのかもしれない。ただより怖いものはない。俺が中学校3年生の時の体験だ。その時の俺は遊びたい盛りで、暴走行為とかはしないまでも毎日深夜まで遊んでいた。で、遊んで遅くなって友人の家に泊めてもらった時のこと。その日は、友人の K と S と遊んで、K の家に泊めてもらった。深夜3時ごろ、コンビニに行こうということになって、外に出た。K の家からコンビニまでは、結構な距離があるんだけど、話しながら行けば、大した距離じゃないよ、ということで、徒歩で、20分ほどかかるコンビニへ。コンビニで買い物をした後、外に出て少しすると、個人タクシーが寄ってきた。お兄ちゃんたち、どこ帰るの？乗せてってあげようか。おっちゃんも帰る途中だし、金はいらないから。そう言われて、また歩いて帰るのも面倒だし、俺たちは乗せて行ってもらうことにした。さすがに危ないかなとも思ったんだけど、三人もいれば大丈夫だろう。みんなそう思っていた。そこそこ会話もしながら、K の家の近くで止めてもらって、タクシーを降りた。席での席順は、ドア、K、俺、S、ドア。で、先に、両側のドアから二人は降りていた。礼を言って、俺が最後に出ようとすると、ドアを閉められて、いきなり腕を掴まれた。君はダメだ。かなり強い力で掴まれて、背筋が凍った。自分で何とかできるほど頭が回らなくて、俺は大声で K と S を呼んでいた。二人が気がついてドアを開けると、タクシーが発車しようとしたんで、俺は転がるようにタクシーから出た。タクシーはそのまま猛スピードで去っていった。警察に通報しようと思ったんだが、その時の俺たちは、そんな時間に中学生が出歩いていること、知らない人の車に乗ったことを咎められるのが怖くてやめておいた。あれ以来、どうもタクシーには乗る機会が減った。本当、知らない人にはついて行っちゃダメだね。前科持ち予備軍の怖い話。あのさ、はっきり言ってあまり怖くないんだけどさ、
この間久しぶりに高校の時の友達の T に会ったんだ。で、一通り家で遊んだ後、どっかドライブでも行こうかってことになったんだよ。もう深夜2時頃だったし、田舎だから空いている店もそうはないんだよね。でも車で30分ほど行ったところに、でっかい神社があるんだ。その神社、山の山頂にあって、そこまでは長い山道を登らなきゃいけないんだよね。でも、ちょうどいいや。散歩がてら、山頂の境内まで行こうぜ、って、T が言うもんだから。俺もそれに従ったの。長い山道は、街灯も少なく、場所によっては真っ暗で怖かった。でも、不気味さに反して、何も不吉なことは起こらなかった。で、境内に到着。境内の門は閉まっていて、中には入れないんだけど、ここまで来たんだし、どうしても中を覗きたくなって。だから T がかがんで、その上に俺が乗って、門の上に手をかけたんだよ。門は頑丈な作りで、登ろうと思えば登ることができた。おい、登れそうだぞ、って言った瞬間、ビー、ビー、ビー、警報装置が作動した。最近の神社は、賽銭泥用にセキュリティを完備してやがるんだ。やばいやばいって、上に乗った俺を忘れ、うろたえる T。おいおい、ちょっと待てよ。門の天井にぶら下がりながら叫ぶ俺。ビー、ビー、ビー。鳴り止まない警報。そのうち離れの方から、神主さんたちが大勢やってくる気配と足音。隠れよう。と言ったと同時に、境内の床下に潜り込んで息を殺す。T も続けて潜り込んできた。まるで、某ステルスゲームだ。境内の方から、こっちに来る、六七人の神社の人たちを確認。懐中電灯で、あちこち見回してやがる。警報が止んだ。神社の人が止めたようだ。見つかるかな、と思って。境内の下で腹ばいになりながら不安でガクガクしていた。捕まった時の言い訳も考えていた。ボソボソ、奴らの声が聞こえる。また動物ですかね。ああ、多分な。猫かなんかでしょうね。奴らの会話に聞き耳を立て。そうだよ、猫だよ。人なんかいないんだから、早く帰れ。と祈る俺。じゃあ帰りますか。そうだな。と奴らあっけない。やった。これで無事に生還ができる。そう思った。じゃあ最後に、境内の下を見ましょう。と言うが早いか、暗い床下を無情にも照らすライト。その光の先には、俺と T の豆を食らったような顔が二つ。一瞬間があり。何をしてるお前ら！ジャージを着たおっさんが床下に、腹ばいになって入ってきた。慌てて方向転換をして反対方向に逃げる俺たち。
境内の範囲は広くて、腹ばいで逃げ切る自信はなかったが、一度逃げてしまった以上は、もう逃げ切るしか道はない。Tも必死だ。もちろん俺も必死。しかし、追いかけてくるおっさんの顔は、もっと必死になっていた。怖い。しかも早い。三人の腹ばいレースがしばらく続いて、境内の向こう側が見えた。あそこを出れば、崖を無理やり下って降りることができる。ちらっと横を見ると、必死の形相のTそして後ろには、ライトを持って、腹ばいで追いかけてくるおっさん。しかもめちゃくちゃ速い。ガサガサ追いかけてくる。やっと、境内の下から出れた。あとは、緩やかな崖を下るだけだ。と思ったら、今度は、待ち伏せをしていた、他のおっさんたちに取り囲まれた。というか、取り押さえられた。背に腹は変えられない。もう必死で暴れて、足を引っ掛けて転ばしたり、腕を振り回して殴ったりして、目の前の崖めがけて転がった。草や木の枝で、あちこち擦り傷ができていたけど、気にしない。とにかく逃げた。走った。夢中で崖を下って、気がつくと、山の下の住宅街に立っていた。後ろから半泣きで走ってくるT。怖かった。あとは車を取りに駐車場まで戻り、家路に着いた。霊体験とかないから、怖い話って言うとこれくらいしかないんだよな。ごめんね。昭和炭鉱。その昔、炭鉱で栄えた町。相当の人数が住んでいたそうだが、俺が友達とバカなキャンプに行った時は、すでに廃墟だった。言い出しっぺは佐田岡で、俺は嫌だと言ったんだが、強がりで絶対に引かない田村の性格が災いして、三人でその廃墟に一泊のキャンプに行くことになったんだ。自転車で二、三時間は優にかかる距離だった。なぜ俺が嫌だと言ったかというと、実は親父と車で一度行ったことがあったから。特にお化けがどうたらとか、そんな話を聞いたわけではないけど、あまりいい気持ちがしなかったのと、その日に金縛りに遭っていた記憶があって気乗りがしなかったんだ。まあそれはともかく、夏休みのちょっとしたお遊びのはずだった。現地に着いたのはまだ2時頃だったと思う。団地やら平屋の共同住宅やらがたくさんあった。割れている窓ガラスもあったけど、まだまだ使えそうなものもたくさんあった。石を投げて窓ガラスを割って遊んだり、家を探検して遊んでいた。廃墟になってから数十年は経っていたと思うけど、まだまだ生活感が感じ取れた。障子にカレンダーが貼ってあったり、レトロなポスターが貼ってあったり、そこが村だったのか町だったのかはわからないけど、自転車で町外れだと思われるところに行ったとき、なんとも妙な建造物を発見した。
一見祠のようだったが、神社のミニチュアのようでもあって、鳥居みたいなのがあって、でも横が三本だったんで鳥居ではなかった。何かを祀ってあるのか、開き戸が正面にあった。大きさはタンスくらい。今思えば寄せばいいのに、佐藤家が面白そうだなと言って扉を開けようとした。特にお札とかが貼ってあったわけではないし、だが簡単には開かずにカシャカシャやってやっと開いた。中は周りがしだれのようなもので飾られていたが、決して白くはなく、多分赤色が経年劣化したようなどす黒い変な色だった。で、何が妙だったかというと、その奥に貼られている紙に書かれていた文字だった。当時はその存在を知らなかったんで、なんだこれくらいにしか思わなかったんだが、今なら多分とある国の文字だと思う。その前に小さな引き出しだか箱みたいなものがいくつかあって、その前には石ころが置いてあった。開けた瞬間、なぜだか多分三人ともゾワゾワっとしたんだと思う。俺はそうだった。しばらく沈黙が流れ、佐田岡は戸を閉めた。いや、閉めようと思ったのだが、左の扉が朽ちていたのか、ポロッと落ちてしまった。廃墟なんだから、別に放っておいてもいいのだが、佐田岡は慌てて拾って立てかけ、元に戻したみたいな感じで、その場を去って住宅街に戻った。まあ、と言っても廃墟だけど。とりあえず、自転車を止めて一息つき、なんか、すんげえ怖くてさ、後ろを振り向けなかったんだ、と俺が言うと、二人とも同じだった。怖い、いや、気持ち悪いと言った方が近いかな。要はそんな嫌な感じだったんだ。気を取り直して、その後も探検を続けて楽しんでいた。野いちごとかあって酸っぱかったけどうまかった。これが唯一のいい思い出かな。最初は楽しかった探検も、だんだんと日が暮れてくると、なんだか怖くなってきた。さっきのこともあったし、風と虫の鳴き声以外は静寂そのものだった。最初はテントに泊まる予定だったんだけど、とある住宅の2階で比較的綺麗な和室があって、テントよりもこっちの方がいいんじゃないかってことになった。テント張るのも面倒だったし、畳の上の方がいいだろうってこと。キャンプとは言っても、そんな大層な支度もしていなかったし、夕食は簡単にパンと牛乳みたいな感じですぐに終わった。懐中電灯とランタンの明かりでトランプで遊んだりしていたんだが、夜も真っ暗になると、無条件に恐怖に包まれた。今だったらまだ11時には帰れるから、もう帰らないかと俺は言ったんだが、ここでも田村の性格が災いして、この提案は却下。9時近かったと思う。佐田岡がトイレに行きたいと言い出した。昼間の記憶だと汚い和式のボットン便所。仕方ねえな
と言いながら、貞岡は便所に行った。便所は玄関の横にあって、俺たちの和室からは一部屋先。すぐそこといえばすぐなんだけど、とてつもなく遠くに感じて、俺は絶対便所には行かないぞ、と誓った。その時、うわーっと悲鳴を上げながら、バタバタっと貞岡が戻ってきた。俺と田村もその悲鳴を聞いて驚いて、うわっと叫んでしまった。貞岡のズボンはまだ半分下がったまま。顔はランタンの明かりでも真っ青で、むちゃくちゃブルブル震えていた。まともに話せる状態ではなかったけど、何があったかというと話はこうだ。便所に入ってズボンを脱いでしゃがもうとしたとき、便所の小窓から男がこちらを睨んで覗き込んでいた。半開きの窓の隙間から月明かりではっきりと見えたという。でもって何の根拠かはわからないけど、お化けとかではなくて、あれは生きた人間の顔だと、ブルブル震えながら話した。田村が、バカ、ここは2階だぞ。そう言った時の貞岡の顔は忘れることができない。俺は、やっぱり帰ろうと言った。ここは山奥の、炭鉱町の廃墟。帰るにしたって相当怖い山道を通らなければ帰れないわけだが、こんなところで一晩過ごすよりはよほどマシだと思った。こんなところにキャンプに来たことを心底後悔した。とにかく母ちゃんや父ちゃんのいるところに帰りたかった。その時だった。どんどん、どんどん。玄関を叩く音がはっきりと聞こえた。三人とも聞いた。貞岡が戸を開けっぱなしで来たんで、わずかに玄関が見える。これも根拠はないけど、生きている人間が原骨でどんどんしているような音だった。俺たちは三人で手を握り合った。全員まさにガクブル状態。俺は膝がガクガクして止まらなかった。この後何も起こるなよ、と念じたのだが、少しの間を置いてまたどんどん、どんどん、と。心臓が爆発寸前だったよ。小声で話し合った。もしかしたら、本当に誰か来たのかもしれない。出てみようか。バカ野郎。人間だったら、ノックすると一緒に声かけてくるだろ。その後も、どんどんはしばらく続いて、突如途絶えた。だが俺たちの震えは収まらなかった。三人で寄り添っていたわけだが、ふと貞岡に異変が起きていることに気がついた。便所の時からの震え方が、どう見ても尋常ではなくなっている。まるで、痙攣みたいな感じ。おまけに、何かを話そうとしている風なんだが、ひや、って感じ。さだ、何やってんだよ。落ち着け。気持ちの悪い声出すなよ。
田村が小声で怒った。もう訳がわからない状態で、こっちまで気が狂うんじゃないかと思った。田村だけが頼りだったんだけど、田村も泣きそうな顔をしていた。時間は10時を過ぎていたが、俺たちはどうにかしてここを飛び出し、自転車で帰ることを画策していた。荷物はテントくらいだが、それは自転車にくくりつけたまま。外にさえ出られたら、自転車ダッシュでとにかくここを離れよう。そんな計画をしていた時だった。今度は何やら、大人数が歩いているような、ザッザッという音が聞こえてきた。というか、最初は小さい音だったんで、無視していたんだけど、徐々に大きくなってきていて、聞き流すことができなくなったんだ。話し声みたいなものも聞こえた気がしたけど、まだ遠くのような気もした。よく考えると、足音かどうかもしれないのだが、こういう時は、本能的にそう感じるものなんだね。いずれにせよ、まだあやふやで、断定はできないというか、したくない状況だったんで、俺たちはそれが近づいてくる前に、ここから逃げることにした。貞岡はまだ、ひゃひゃっという状態。サダ、いいか、これから帰るぞ。自転車で一気に行くからな。しっかりしろよ。二人で、サダ岡を両脇で抱きかかえるようにして、和室を出て玄関の前に来た。俺たちは、恐怖から逃れるため、思考を停止させ、とにかく、一気に行くぞという作戦だった。いいか、三人でドアを開けて、とにかく一気だ。せーの、で、ドアを開けるのだが、北海道というのは、雪が積もるので、ドアは基本的、引き戸なわけだ。で、小声で、せーので、戸を開けて、一気に突っ走る予定だったのだが、もろくもその三段は崩れ去った。戸を開けたその先には、恐ろしい形相の男が、仁王立ちになって、俺たちのことを睨んでいたんだよ。俺たちは、後ろにのけぞるように、尻餅をついた。というか、多分、吹っ飛んでいたんだと思う。で、なんでかわからないんだけど、俺は土下座をして、すいません、すいません、と連呼していた。途中から田村も加わっていたんだが、貞岡は声も聞こえないし、実際どんなだったのかは覚えてはいない。とにかく、すいませんを連呼していたんだが、ふと、気配が消えた気がして、恐る恐る顔を少し上げたところ、男はもう見えなかった。でかい声を出したせいか、少しだけ恐怖心が吹っ飛んだ気がしていた。俺と田村は顔を見合わせ、貞岡を両脇で抱え上げて、とにかく階段を降りた。一気に行きたかったんだけど、貞岡がそんな調子だし、廃墟の階段だし、駆け降りるのが何とも危険で、まどろっこしかったのを覚えてる。道路はほぼ一本道。左が、昼間の祠へと続く道。右が、
俺たちの町に戻る道だった。ザッザッという音は左から聞こえてきていたと思う。唯一月明かりだけが恐怖心をほんの少しだけ和らげてはくれたが、見たくないものが見えそうな気もした。その時また異変が起きた。さっきまでのサダがすっかり気を取り戻して、目が気味が悪いくらいにだんだんと輝いているんだ。カエさん。確かにそう言って、一瞬ものすごい形相になった。そして再び口を開き何かを言おうとした瞬間、田村が思いっきりビンタを一発食らわした。続きざまに横にいた俺は思いっきり貞岡の背中を叩いた。何が起きているのか俺も田村も理解できていたんだと思う。今考えればすごいコンビネーションプレイだった。当時はオカルトサイトなんかないし、どこか別なところで仕入れた知識だったと思う。ビンタが効いたのか、背中ドンが効いたのか、サダオカの顔が元の泣き顔に戻ったのを見た俺たちは、一目散に自転車を漕いだ。田村が、ナミョンホーレン月経と大声で唱え出した。俺んちは南無阿弥陀仏だぞとか思ったけど、ここは合わせた方がいいと思って。大声で、ナミョンホーレン月経を繰り返しながら、とにかく漕いだ。途中から少し余裕が出てきて、学校の校歌に変わったけど、とにかく大声で歌いながら、ひたすら自転車を漕いだよ。絶対に、後ろは振り返らなかった。昭和炭鉱の山あいを抜けるまで、止まるのが怖くて、1時間はノンストップだったと思う。道路と言ったって砂利道。それなりに脚色すれば、この1時間だってすごく怖かった。途中で田村は、やめろ、引っ張るな、とか叫んでいたし、夜中の山道、それだけで十分怖かったんだ。とにかく初めて街灯が見えた時は涙が出るほど嬉しかった。零時近くなっていたとは思うけど、何かの小さな駐車場みたいなものがあって、そこにわずかに街灯が灯っていた。電気だ、やっと電気だって感じ。俺たちは一旦そこに自転車を止めて、しばらくの間ぜーぜーと息を整えた。携帯電話があったら家に電話をするところなんだけど、そんな時代ではなかった。まああったとしても絶対に電波が届かないようなところだったし、サダオカは泣きそうな顔をしていたけど、とりあえずはノーマルに戻っていた。どうしようかと考えたんだけど、俺たちはそこにテントを張って一晩を過ごした。電気が守り神だと思えたんだ。その後は何も起きなかった。というか、俺はすぐ眠ってしまったんだ。相当疲れていたんだと思う。身も心も。朝目が覚めると、サダオカと田村はまだぐっすりと眠っていた。外に出て朝日を見たとき、
昨夜のこと、一体何だったんだろうと、まるで夢のような出来事に思えた。今思えば、実際夢か何かだったのかもしれない。中学を卒業し、佐田岡にも田村にも会ってはいない。俺は北海道を出て、今神奈川のある場所からこれを書き込んでいます。あまり思い出したくもない経験でした。妙な奴に出会う。三年ほど前になるんだけど、俺は軽い腎炎で地元の私立病院に入院をした。二日くらい点滴受けたら高熱も引いて、若いからそれだけでもう気分は健康体なんだけど、医者がそれで許してくれるはずもなく、結局二週間近く入ってた。だから察しはつくだろうけど、何しろ退屈でね。やることないから昼間っからテレビ見ながらうとうとしちゃったりして、当然のことながら夜寝ることができない。その夜も夜中の2時半を回った頃に目が覚めて、どうしようもないから1階にある喫煙所に行ったんだ。30分かそのくらいそこで一服してお茶を飲んだりしてぼんやり過ごし、さてそろそろ寝ようとロビーに戻って、中央エレベーターと呼ばれる8つのエレベーター群の1つの登るボタンを押した。開かない。あれ？ここのエレベーターは使う人がいなければ自動的に1階に戻って待機しているはず。ドアの上の階数表示を見ると、地下2階から上がってくるところだ。他のエレベーターを見てみると、どれもちゃんと1階で止まってる。夜勤の看護師さんかな？と思う間もなくドアが開いた。人が乗ってた。どう見ても看護師ではない。というか男か女かもわからない。かかしみたいに突っ立っている。痩せ細っていて老人っぽい印象だけど定かではない。ダブダブの白い着衣に負けず劣らず、真っ白な顔。だらんと両脇にぶら下げた腕。大きく見開いた目はちょっとグレーっぽくて、俺のことを見ているのかが全くわからない。正面からもろに顔を突き合わせたのに瞬きもしない。表情も微動だにしない。反応ゼロ。あ、すいません。となぜか謝って数歩退く俺。ドアが閉まってそいつを乗せたエレベーターは一気に屋上まで登っていったようだ。もちろんそれが戻ってくる前に、他のエレベーターで急いで自分の6階に戻って、布団をかぶって無理やり寝た。具合が悪くて長期入院になる人の中には、ノイローゼ気味から無遊病とかになる人もいるんだって。その出来事を話したら看護師さんがそう言っていた。今現在、その気のある患者さんの報告はないけど、調べてみるって。俺がご対面をしたのは、そういう患者さんだったんだとは思う。けど俺、そんな感じの奴には、時々、妙なところで会うんだよ。深夜のコンビニの角とか、真っ昼間のタクシー乗り場とか、誰も住んでいない、取り壊し予定のはずの古いアパートの窓とか。まあ、あんな間近でご対面をしたのは、この話の件が最初だけど、友人の一人に話したら、気にするなって。俺はよく言えば現実主義者、悪く言えば無神経で、嫌なことも一晩寝れば大抵忘れる。それが妙なものから身を守る役に立つこともあるんだってさ。褒められたのか何なのかよくわからないけど、まあ言われた通り気にしないことにはしている。